フリーアナウンサーの有働由美子が25日、日本放送、銅のラジオに出演。優勝マジック点灯でリーグ優勝にひた走る阪神に警戒感をあらわにした。生粋の阪神ファンで知られる有働だが、銅ラジオでもむしろ不安などと語り、その強さに実感は持てないとたびたび語ってきた。この日も猛虎の話題となり、私も阪神の勝った試合をニュースゼロでオンエアされると、どうしよう、強いって言っちゃうね、強いの怖いみたいな、と未だになれない様子。その上で、やっぱなんて言うかな、もう浮気絶対せえへんからって言った旦那に、本当に絶対しないねって約束して、もう信じたって思うけど、なんか知らん気づいたら浮気してるっていう、2回繰り返されたら信じられないでしょ。